どうも皆さんこんにちは、ヨッシーです。今日なんですけども、グラウスマウンテンまでツーリング行きたいと思います。グラウスマウンテンが最近スキー場をオープンしたということで、スタートしたということで、今日はスキーとかスノーボードしないんですけど、ちょっと一回行ってみたいと思います。で、天候的にも今日がもうラストのツーリング、今年ラストのツーリングになりそうです。気温の方は今5度ぐらいです。来週からもう雨が続くので、で再来週にはこのバイクの保険も切れちゃうので、ストレージ保険に切り替えて来年の、6月7月ぐらいにまた復活させてってツーリング動画を上げていけれたらなと思ってます。次からはプチ旅行と言いますかね、なんかちょっとバンクーバーの街中を撮影したり、バス電車で行ける範囲でのイベントごとであったり、なんかそういったものを撮影しに行けれたらなと思ってます。とりあえずグラウスマウンテンまではまだあと20分ぐらいはあるかなと思いますので、のんびり喋りながらでも行こうかなと。僕あんまり喋るの得意じゃないんで、ちょっと聞いてるみんなは聞きづらい部分があるかもしれませんが、ご了承ください。この道がメインストリートっていう道になりまして、でこれを降りていくとサイエンスワールドっていう建物があります。科学館っていうんですかね、科学館が昔一回出川哲朗がそのサイエンスワールドに撮影しに来てたらしいですけど、イッテQか何かで、ちょっと僕その動画見たことないんでわからないんですけど、いつもこれ左に曲がって、ダウンタウンの方入っていきますけど、今日はちょっとこうまっすぐ行って、ちょっと大きい道でグラウス向かいたいと思います。あれがサイエンスワールドですね。球体みたいな、この前で撮影して中も見たかな、わかんないですけど、さてこの辺りを左に曲がっていくんですけど、行きます。でここを左で、ちょっと前から車来てるんで気をつけて左曲がって、これ曲がっていいかな、行けるかな、行きます。でこれがロジャースアリーナっていうところで、このアイスホッケーの看板であったりとか、もう宣伝が結構しっかりされてます。でカナックスのマークはイルカが、なぜかイルカかシャチかわかんないですけど、モデルになってるみたいな、キャラクターがね、これですね、はい。でその裏にはちょっとちょうどコストコがあって、コストコはね、会員カードがなかったら入れないんでちょっと不便なんですよね。昔持ってたんですけど、上司に取り上げられてそのまま日本帰られて、で再発行したいんですけど、ちょっと英語も苦手やから行くのが億劫になって、結局持ってないまま現在に至るって感じです。でこれ今ダウンタウンの中に入ってきましたね。今日はそのグラウスマウンテンまで行くんですけど、グラウスマウンテンで、なんかバンクーバーを一望できるくらいなんか高い山らしいので、それをちょっと動画に収めに行こうかなと。でここら辺がちょっと今ダウンタウンの大体中心ぐらいになってますね。
結構寒いですけどね、まあ、まだ我慢できます。じゃ100キロぐらい出すとね、もう耐えられないですね。30分40分走ってると、これぐらいのスピードで、まあ、たまに止まってみたいな、そんな流れで走ってると、ちょっと待って、ちょっとあかんわ、変な道来てもうた。バンクーバーの裏道って感じです。案外ね、裏道っていうのは変な人いなくて、はい、今日のここ